と一人だけ特にっていうふうに並べたら佐藤選手に聞いてました。そうですね。あの私運動あんま好きじゃないんで。ちょっと向いてないかなと思って、はい、結構インドアっていうかあの見るとしたらめっちゃテレビでいや、驚きですね。じゃあ、加藤さん、もし、例えば 50m 走とかって何秒ぐらいだとしてるんですか？いや、もう全然覚えてないんですけど、はい、ビリに何台ぐらい、ビリに何台ぐらいですね、あのクラッチとかで。へぇー。どうりでね、あの遠いところもね、こう、フットワークよりも手を伸ばしてペッと感じしますね。ちなみに、野島社長、オリンピックは何か見たい時ありますか？私も野球が見たかったんですけど。野球あれは、たということは、抽選チケットはもっともそういうことです。どこか、招待があったら。社長、ダメですよ。ちゃんと自分で買ってですもんね。すみません。チェアマンどうですか？あ、私ですか？はい。私は、まあ、実は抽選出したんですよね。はい、それまさか卓球だったんじゃないですかね。いや、卓球だけ出して卓球は当たりましたよ。おめでとうございます。すごい。いや、本来のね、チェアマンですから、当然ここで抽選でって話ですけど、あのオリンピックのチケットはね、売れませんもんね。当たったんですか？当たりました。はい、なんか周りは結構外れてるって聞いてるんですけど、当たりました。なんで買ったんですか？個人戦ですか？ですね、個人戦ですね、4回戦。4回戦これが渋いなぁ。決勝じゃないですか？いや、決勝も出したんですけどね、当たらなかったです。まあ、私は卓球だけ見ればいいかなっていうふうに。ありがとうございます。全て外れました。あ、全て外れた。私は、当然、オリンピック、飛距離を目指してます。勝てませんよ。そう。そうです、今戦いの最近。実況アナウンサーもね、勝手に来るわけじゃなくて、戦わなきゃいけないですよ。若手と一緒でね、この13歳も戦わなきゃいけないということです。それでは続きまして、気分転換をしたいときに必ずやる儀式、習慣のようなものがあると。先ほどね、ちょっとルーティンを聞きましたけど、何かそういう、こう、やってるようなこと。例えば、まず、野球選手だけでね、ラインを越えるときに。左足から越えるとか、ラインを踏まないとか、ね、お辞儀をするとかありますけどね。松山選手、いきますか。試合の時に、なんですけど、はい、コートで結構落ち着きがないって言われるんですけど、そんな感じですね。落ち着きがないって言われるんですけど、その構える前に結構いろんな方に言われるんですけど、そのネットの前に座れて汗を手で10回以上やってるみたいな、自分も意識しなくて、新しいっていうか、まあ、卓球やってらっしゃる方、見てらっしゃる方、どうぞと思いますけれども、すぐ網の下のところで、それが競った時になればなるほど多くなるので、多分それがルーティンにするような。なるほど、他のチームの皆さん、さらに始めたら動揺してます。間違いないです。辰巳選手なんか、何かありますか？まあ、普段厳しい練習をすごくやってるんで、違う監督がやってるんですよ。違うチームなんですけど、そうやってるんですけど、まあ、気分転換で、まあ、自分は最近はよく釣りに行ってますね。それで、まあ、釣れないことが多くてストレスが溜まってるんですけど。卓球の動きと釣りの動きずっと回ってても、だいぶ違うような感じがね。卓球選手ってどちらかというと全部速いじゃないですか。はい、それが釣りみたいにじっと回ってるっていうのは、なんか相反するような。もう待つのが苦手ですね。じゃあ、やらないでしょ。釣れた時の嬉しさが上がっちゃうね。今まで一番大きいものは何釣ったんですか？大きいのは、どうですかね。まあ、その海か池とか川にもよるんですけど、海だとは、最近だったのイカで1キロ超えてたの。イカで1キロ大きいの釣りました。それは釣りどうされたんですか？美味しくいただきました。
ちょっと勝ってたらびっくりした。名前つけてね。そのね、名前がケンタって余計びっくりしてね。女子に聞いてみましょう。はい、浜本さん、浜本選手。